いいことをご覧の皆様、おはようございます。自転車好きによる自転車好きのための番組、ガチンコサイクル TV から来ました、声優の東条さや子です。自転車をゆるーく楽しむからゆるーぽーた。今回はその楽しみを満喫するために大きく足を伸ばしてここまで来ました。今回から4週にわたってお送りするゆるぽたのすすめは鹿児島が舞台。まずは多くのゆるぽたスポットがあるという桜島に向けて出発です。自転車のまま乗船できる桜島フェリーに揺られて約15分のクルーズを楽しみます。この鹿児島から桜島まで運航してるフェリー、なんと24時間やってるらしいですよ。しかも車も OK だし自転車も OK で、しかもこの輪行しないでさらっと乗れちゃう。地元の人のね、交通の便としてもいいですけど、ロードバイク乗り的にも最高ですね。桜島ではゆるぽたフレンドが待っていてくれてるようですが、さてどんな方々なんでしょうか。東条さん、桜島へおじゃったもんせ。今回のゆるぽたフレンドは僕らです。鹿児島県鹿屋市を拠点とするプロサイクリングチームシエルブルー鹿屋の白川さんと小山さん、プロ選手と一緒に早速ゆるぽたに出発しましょう。ガチンコサイクル。けど走るスピードでやっぱ見える景色って変わりますよね。確かに、うん、こうやって見るのも違うし、うんうん、練習中踏みながら見える景色も違うし、うん、だからゆっくり走るのも楽しいですね。ゆっくり走るとこう途端に観光って気持ちに、そうですねなりますね。青く澄んだ海岸線で風景を楽しんだ後はヒルクライムに挑戦。東条さん頑張って。よし、よしきつちょっとね、小雨に降られながらも、はい、山のてっぺんっていうところまで登ってきましたけど、はい、ここは？ここは湯の平展望所です、ここは桜島の中心である北岳が一番近くで見ることのできる展望所となっております。あれですね、はい、あれですね、すごい、もう切り立つだけだ桜島のてっぺん湯の平展望所からは鹿児島市内を一望することができます。すげーウェイ、綺麗めちゃくちゃ高いですね、うん、次回もグルメなどゆるぽた情報満載で桜島の魅力に迫ります。ご期待ください。いいことをご覧の皆さん、おはようございます。自転車好きによる自転車好きのための番組、ガチンコサイクル TV から来ました、声優の東条さや子です。そしてそして今回はこの二方にも来ていただきました。はい、シエルブルー鹿屋の白川幸喜です。同じくシエルブルー鹿屋の小矢忠加藤です。今回もプロレーサーのお二人をお迎えしてお送りします。ゆるぽたのすすめ in 鹿児島。頼もしいゆるぽたフレンドと一緒にのんびり向かった先は、雄大な桜島のパワーを目の当たりにできるこちらのスポット。これすっごく埋まってますけど何ですか？ここは黒髪埋没鳥居という場所です、はい、この黒髪埋没鳥居はですね、はい、1914年に大正噴火で火山灰が一晩でこう2メーター積もって、これ全部火山灰で埋まっちゃったんですか？そうらしいです。すごいそれを後世に伝えるためにこうやって残してるらしいですね。確かにこれ見たらどんだけすごかったのかが一瞬でわかりますね、はいはい、今もなお活動を続ける火山のもたらす温泉の恵み、無料の足湯でゆっくり疲れを癒します。休息の後は桜島観光案内所のすぐ隣にある港カフェでランチを楽しみましょう。じゃーん、見てください、これ桜島カレーっていうそうですよ。すごいめっちゃ風化してませんこれいただきます。お、赤い噴火している感じのやつはちゃんと辛いんですね美味しい。次に向かうのは鹿児島のサイクリストに愛される超有名店
マミーズカフェ。野菜ソムリエでもあるマミーさんの作るスイーツはどれもエネルギーチャージに最適。おぉ、どうぞ。これ塩バナナです。そう、塩バナナシェイク。アチ、ね、焼き芋シェイクです。焼き芋とアイスを一緒に食べるとい う絶対幸せ。一番人気のアッチンは熱々のさつまいもとソフトクリームの組み合わせが絶妙です。2回にわたって桜島でゆるポタを堪能しました。シエルブルーカヌヤから来てくれたお二人にも大変お世話になりました。ありがとうございました。普段もう練習ですごいスピードで走るので、今日はゆっくり走っていろんな景色を見てすごい楽しかったです、うん、ゆっくり走っていろんなものを食べて いろんなところを堪能しながらゆるポターもいいですね。はい、すごい楽しかったです。はい、ぜひ皆さん桜島遊びに来てください。来てね、お待ちしてます。今回のゆるポタのすすめオンエア未公開映像は、番組中で東條さんの乗るロードバイクをレンタサイクルした鹿児島の有名バイクショップパンライドをレポートします。パンライドはどんなバイクショップなんですか？一応自転車全般を取り扱ってるんですが、ロードバイクですとかクロスバイク、あと e バイクのようにスポーツバイクを扱っています。レンタサイクルではどのようなバイクを貸していただけるんですか？当店はキャノンデールを主に扱っていますので、レンタバイクはこちらのカーボン仕様のグレードの高いものをお貸ししています。レンタサイクルを利用する方って多いんですか？そうですね、もう初めての方でロードバイクをちょっと乗ってみたいっていう方もいらして、そこからまた自転車を好きになるっていう方が多いですね。鹿児島のおすすめゆるポタスポットを教えてください。やっぱり桜島ですね。鹿児島といえば桜島なので、もう結構アップダウン激しいんですけど、初めての方でも一周できるので、はい、美味しいご飯も食べていただきたいです。ガチンコサイクル、ありがとうございました。